白川線は、朝鮮民主主義人民共和国公会、南道海州市にある張薫駅から、白川郡にある銀尾駅までを結ぶ、鉄道路線である。日本統治時代に建設された、土海線を原型としている。1931年12月21日朝鮮、鉄道公会線として、東海州沿岸間が開業し、その期間は7 6 2ト、mm、ルであった。 翌年9月1日に土壌延安館が開業。1933年7月1日東海州、海州館の開通とともに、現在の区間が完成された。1944年4月1日この路線は、国有化され、朝鮮総督府鉄道所属土海線となった。終戦後この路線は38度線以南に位置するため、朝鮮戦争勃発前は、 大韓民国の鉄道であった。当時旅客列車は土城駅から青二駅まで運行されていた。朝鮮戦争休戦後、土海線は朝鮮民主主義人民共和国の鉄道路線に属することになった。本線は標準機に改め記されたが、冷静港鉄橋を含む白川駅、平木豊駅間は復旧することなく廃止されている。 路線名は白川線と解消し、新たに白川駅銀火駅間が建設された。白川温泉駅、聖光駅、冷聖光駅、土壌駅に接続。ありがとうございます。